皆さん、こんにちは。アリーナウクライナチャンネルのアリーナです。本日は、すごく大事な動画を見てみたいと思います。それは、戦争に関する動画です。特攻隊員たちの思い、神風の最後の思い、皆さんと一緒に見たいです。本当に言うと、本当に怖いです。この動画を見るのは。だって、今、ウクライナには激しい戦争が続いていますし、みんな慣れている。なんか、シートがまだ新しいミサイルが来たのは、もうニュースはあまりもないです。もう、毎日ミサイルとか、遮蔽とか来るのが、当然のような感じになったんです。でも、それにしても、毎日それでも怖い。ミサイルのニュースとか、ミサイルがどっかで爆発したという、なんか音を聞こえても、まあ、慣れても慣れないという感じがすごく強いです。今は、皆さんにも、なんか動物とか、それは子供たちも、みんながそれはまだまだ、まあ、慣れているっていうか、まあ、二つの世界があると思います。なんか、慣れているっていうか、全然慣れない。なので、今回の動画は、私はすごく可愛い。どの思いがあるか、全然わからないです。でも、すごく大事な動画と感じます。なので、皆さんと一緒に、一人ではなくて、皆さんと一緒に、その動画を見たいと思います。では、皆さん、始めましょう。その、松木。また一つずつ無情なる風の前に音もなく消え去ってゆく月はまた満ちては欠け命のループ歌うのに「大地は言えずに今日も傷つけ合う」「あなたの痛みに花を手向けよう」「この胸で休みなさい」
に委ねなさい。あなたに帰りましょう。さあ目を閉じて苦しみを解き放て。今、ウクライナでは同じようなことが続いています。もうたくさんの人が死んでしまいました。たくさん、なんか男性も死んでしまいました。これからどうなるのか。今だけ願っています。だって人の人生は本当にすごく大事なこと。誰も奪うことはその権利はないです。動物の命だか、子供の命だか、大人の命が、みんなが大事です。誰にもその奪う権利はないです。すみません。自分の大事にしてください。